軽量級に移って中量級に移っていきたいと思いますが、はい、この中量級は番組の都合上スーパーライトからスーパーミドルという区分にさせていただきました、ねはいね、この階級も今年ね、ま、一番動いたって言えるんじゃないでしょうかね。統一戦もありましたしね、小泉さんがおっしゃった統一戦というのはこのクラスに当てはまるんですよね。そうですね、だから、コンスタンティン中がですね、はい、まあ、コンスタントに戦って、うん、はい、この統一戦盛り上げてくれましたね、はいはい、岩井さん調子に乗せてしまったんですね。ボクシングはリズムですからね、リズムに乗っていかないとね、いかないといけません、もう今年最後ですからね、はい、浜さん、はい、どうでしょう、印象的だったのはこの中量級としては、やっぱり私はトリニダードが随分暴れたなという感じしましたね、やっぱりトリン、そうですね、一人挙げちゃうとトリニダードかなと、しましたね。でもトリニダードに負けてるんですよ。そうですね、はい、さあ皆さんはどんな、はい、試合あるいは選手に印象が残ってますでしょうか。さあスタートしていきましょう。今年のまずは中量級を VTR に、ね、まとめました。それをまずご覧いただきましょう。統一トーナメントが行われた階級の一つがこのスーパーライト級。2月に行われた WBA、WBC 統一戦ではコンスタンティン・チューがシャンバ・ミッチェルを下し2本のベルトをまとめ、迎えた11月 IBF 王者のザブ・ジュダーを2ラウンド TKO で下し3団体統一王者となりました。チューは WBA のスーパーチャンピオンとして認定されています。唯一の対抗王者は WBO のデマーカス・コーリー。代役として出場した決定戦で痛烈な KO 勝ちを収め王座についています。統一戦の機運が高まるこの階級、 WBA の王座に君臨するのはガイアナ初の世界チャンピオンアンドリュー・シックスヘッズ・ルイス。 WBC は攻防兼備の万能型シュガー・シェーン・モズリー。今年も並み居る強豪を退け圧倒的な強さを見せています。このモズリーにバーノン・フォレストの挑戦が決定。このためフォレストが持っていた IBF の王座は剥奪、空位となっています。 WBO は堅実なダニエル・サントスが王座をキープしています。フェリックス・トリンダードの返上で空位となった WBA のベルトを奪取したのはフェルナンド・バルガス。ホセ・シバタ・フローレスとの決定戦を見事制し2度目の王座獲得です。史上3人目の5階級制覇を果たしたゴールデンボーイオスカー・デラ・ホーヤが WBC の王者。今年6月ハビエル・カスティリエホを下しハーンズ・レナードと肩を並べました。 IBF も決定戦でした。元 WBO 王者のロナルド・ライトが圧倒的な強さでタイトルを獲得。こちらも2度目の王座獲得です。 WBO は現在空位となっています。トーナメントが行われたもう一つの階級がミドル級。クラスを上げ順調にミドル級制覇に向かっていたトリニダードの前に立ちはだかったのは死刑執行人バーナード・ホプキンス。3団体統一を見事に果たし WBA からスーパーチャンピオンに認定されました。このため WBA ではウィリアム・ジョッピーとハワード・イーストマンの間で王座決定戦が行われジョッピーが王座に返り咲いています。 WBO は一時剥奪されていたアルマンド・クラインチが復権。これにより決定戦で勝利したハリー・サイモンは暫定王者となっています。実力派揃いのスーパーミドル級、 WBA はブルーノ・ジラールの剥奪で空位になったタイトルを元王者バイロン・ミッチェルが決定戦でマニー・シアカを下して王座に返り咲き、 WBC もデーブ・ヒルトンの剥奪により決定戦に。この決定戦でグレン・キャトリーを痛烈な KO で倒したエリック・ルーカスがタイトルを獲得。 IBF はドイツの技巧派スフェン・オットケ、安定した力を見せています。 WBO も長期政権です。英国の無敗の強打者ジョー・カルザニがビッグマッチを目論んでいます。はい、した階級のチャンピオンとね、最新のトピックスも交えてご紹介しました。 すごい KO シーンもありましたしね、一部白くもありました。あれがまた印象に残ります ね。 そうですね、クレイとソニー・リストン戦を見てるような感じもしますが、はい、小泉さんどういう印象が残りました、中量級。いや、この中でですね、やはり台風の目はですね、シェーン・モズリーですよ ね。すごかったですね、やはりね、そのフロイド・メイウェザースピードがある、ところがこのモズリーはですね、スピードがあってパンチもあるんです、はいはい、でこのスピードとパンチがあればですね、ウェルターから上のクラスへもですね進出できるんじゃないかって、そう予感されるぐらいの
その秘めたる力ありますね。でもう一つ、はい、まあ敗れたりとはいえですね、トリニダードその旋風巻き起こしましたね。私は拍手したいと思いますね。ああそうです、はい、浜さんの感想はいかがでしょうか。まあ、あのバーナード・ホプキンスの写真が随分多かったなと思いますね。確かに、ね、だから実力はみんなで認めているということじゃないですかね。そういうことかもしれませんね。それで、人気がまたついてくれば言うことなしと思いますね。この VTR ね、つなげるのも大変だったんですよ ね、皆さんスタッフも大慌てでやったんですけれども、はい、ちょっと思い入れがあるのかもしれませんね。これちょっと大きくしようか違うかもしれませんが、さあまずは中身の方行きたいと思いますが、はい、今のは5階級ありましたね。印象的な試合あるいは選手をピックアップしました。ご覧いただきましょう。さあまずはこの統一戦ということになりますね。この試合は2月3日に行われました。中が王座を統一しました。浜さん、この試合はどういった印象になりましたでしょうか。まあ、早いミッチェルに対して中は随分苦しんだなという感じしましたね。そうですね。まあ、ですから中の場合は正面からの打ち合いは強いけど、早い選手にかかったら随分苦労するんじゃないかなというふうに予感させた試合でもありましたね。続いてはオンエアとしましては12月3日になるんですが、スーパーライト級のトーナメント、中対ザブジュダ。まだこれは小泉さんの記憶に、ね、新しいところですね。1ラウンドにはジュダが取ったんです、はい、だから私言ったんです。ジュダがジュダ言ったんですよ ね、 ね、10点を取りました第1ラウンドですが、ところが浜さん、この後すごいシーンが、ね、そうですね、出てきます。まあ、1回目は予想した内容でしたけど、2回目は中の方がやっぱり、先に打ち合いに持っていこうというふうに勝負かけていましたね、うん、ザブジューダーが IBF のチャンピオンです。3本のベルトの統一戦、これです。最後のパンチのすごかったこと、構えた位置のまっすぐ打ち抜きましたもん ね。そしてこのジュダーのリアクションもまあすごかったこと。これで3本の統一になりました。そしてウェルター級で圧倒的な強さを見せましたシェーン・モズリーです。まずはディアス戦をご覧いただきたいと思います。浜さん、本当にこのモズリーは図抜けてますよね。速いというのがまあ一言ですけど、速いプラス力がある、まあ、パワーがあるということですね。普通速いと力が少し、まあ、パワーの方が少し欠けるところあるんですけど、両方持っている選手ですから ね、まあ、手に負えないですね。ディアス戦に続いてテイラー戦をご覧いただいています。パンチが切れるんですよね、はい、そしてこれストーン戦、ちょっと倒れたんでしょ、はいはい、期待したコメントをいただきました。読まれましたね。やっぱり読まれるパンチは効きませんね、はい、人気の面ではこの人が主役じゃないかという方もいます。中量級主役の一人が挫折しましたが、それを乗り越えました。フェルナンド・バルガス対ホセ・シバタ・フローレス戦ご覧いただいています。浜さん、この試合もシバタ・フローレスも、ね、実力者だったんですけどね。そうですね、だからその相手に、まあ、やっぱり返り咲きというんですかね、本領発揮見せてくれたということは、まあ根性ある選手ですね。そうですね、戦いっぷりが非常に気持ちのいい選手になります、バルガス。そして快挙に成功したこの人、5階級制覇です。史上3人目の素晴らしい出来事でしたね。ゴールデンボーイの神話がここでまだ完成じゃないんですが、途上なんですが、ある程度成し遂げられたのではないでしょうか。これその5階級を順を追ってご覧いただいています。スーパーフェザージンミ・ブレダールに始まりまして、ライト級はホルペ・パイス、それからこれがスーパーライトのフリオセサール・チャベス、伝説と対戦しましたね、小泉さんね。そうですね、こうしてみるとですね、やはりそのデラホヤの体っていうのがですね、進化していることが分かりますね。そうですね、ウェルター級はパーネル・ウィティカーです。
あらゆる選手と戦っています。そして今年相手はハビエル・カステリフォ、スーパーウェルター級です。浜さん、一番心配されるのが下が上がってきたんで体がもしかして小さいんじゃないかということも言われたんですが、そんなことなかったですね。最初からそれはみんな言ってたことなんですけど、上がっていくごとに体も大きくなってきたしですね、パワーつけてきましたね、はい、それで計算された道路の力を持ってきましたね、はい、5階級達成しています。まだまだこのデラホーヤの伝説は続いております。まあ続いているというよりもファンの皆さんが期待しています。本人もその気になりました。ただデラホヤに臨まれるのはですね、やはりトリニダードあるいはモズレとの再戦でですね、借りを返すことですね。しかし復調してきましたよね。そうですよね、これは5階級達成したシーンになります。これだけでも素晴らしい快挙であります。久々にね、アグレッシブなデラホヤ見られましたよ ね、しかしすごい記録ですね、5階級制覇。3人しかね、3人目なんですからね、小泉さん、やっぱりまあこれから先もなかなか出てこないでしょうね、この5つ取るというのはね、まあまあこれ先のことは分かりませんからね、まあその現在もいろんないい選手がいますからね、こういう記録はそのやはり塗り替えられていくのかも分かりませんけど、まあデラホヤですね、いろんな強い選手とやってきましたよね、はい、アイコーティであり、そしてトリニダードであり、そしてシェン・モズレであり、これ戦ったということ自身は評価していいと思うんです。あ、これそのトリニダードを避けて、そしてモズレとは戦わなくて、そして相手選んで選んでその勝ち続けてっていうのとですね、このあえてその強敵と戦ってその敗れたとはいえですね、私はこのその強行路線っていうのはですね、それはそれなりに評価したいとは思いますね。はい、浜さん、ここまでの VTR で、どうですか、印象に残ったことは。まあ、印象残るというと、はい、やっぱり倒し方の派手さからするとシェーン・モズリーですね。圧倒的でしたね。いやいや、あのスピードといいパワーといい、やっぱり今すぐなんていうんですかね、デラホイム見たばっかりなんですけど、やっぱり速さ、まあ、そして威力とすると印象に残りましたね、モズリーは。もともとがですね、その下のクラスにいたんですが、飛び越えて2階級制覇になりました。まだまだ体を見るといけそうですよね。そうですね、2階級アップしてもスピード、そして、まあ、パワーでも圧倒しているわけですから、まだ上がるでしょうね。デラフォーヤが、ね、5つやったんですから、モズリーもなんかできそうな気がしますね。さて、後半の VTR はですね、はい、スーパーライトからいくんですが、チューがですね、ウェルターではモズリー、そしてスーパーウェルターでは、盛り上がりを見せたという、そういった内容の VTR になります。これらのクラス以上に盛り上がったのが、まあ、ミドル級ということになるかもしれませんね。その辺をまとめてご覧いただきたいと思います。まあ、立役者はトリニダードということになるかと思います。まずはトリニダードの快進撃、そのシーンをちょっと見てみましょう。相手はフェルナンド・バルガスです。この浜さん、見応えのある、ね、試合でありますね。お正月早々その試合見れましたからね。そうですね、オンエアは1月6日でした。これは最初のこのシーンがなかったらどうなっていたかとかも言われますが、まあ、ボクシングね、たられば言ってもしょうがないです。これを作り出したトニーダードが良かったんでしょう。しかしこのようにダウンを期しています。約12ヶ月ぐらい前に見た映像なんですけど、その時には最優秀試合になるかなという感じもありましたよね。あ、そうですよね、これ試合途中で小泉さん、もっと早く止まるのかなという気さえしたんですけどね、ダウンもかなりありましたし、しかしですね、まあ、バルガス勇敢に戦い続けましたよね。よく立ち上がりましたよね。パンチがありますからね、はい、最後にですね、やはりこの試合、そのトリニダードの左フックはもう全て物語ります ね、これが今年の、まあ、冒頭にオンエアした試合であります。さあ、この後トーナメント戦線が繰り広げられます。
まずは一つの準決勝にあたりますキース・ホームズ対バーナード・ホプキンス、 WBC と IBF のベルトがかかっています。これは5月にオンエアいたしました。浜さん、この試合というのはどういう予想を持ってご覧になったんですか。まあ結果は予想通りでしたけど、はい、私の予想では。そうですか、はい。まあ、やっぱり仕方なかったのかなと。ホームズとすると先方とすると、そういう先方しかホプキンスに対してはできなかったのかなという感じしましたね。あ、まあ、はい、ホームズだったら他の選手にだったらもっとうまいところ見せられる選手なんですけどね。明らかな判定でした。続きましてもう一方の準決勝に当たる試合です。ミドル級のタイトルマッチ WBA です。ジョッピー対トリニダード。これはトリニダードがステップアップするクラスを一つ上げた試合です。赤のトランクスがトリニダード。小泉さん、これはですねジョッピーがもっとスピード使うのかなと思ったんですが、それを許しませんでしたね。先制のダウンを奪いましたからね。なんかひょっとするとですね、あのダウンを食わなければですね、ジョッピーはですねもっとスピードフットワークを生かして別の戦い方できたかもしれませんけどね、まあ、1ラウンド目あのパンチでですね戦力半減されたかもしれませんね。まあ、そのダウン取ったそのトリニダードはやはり攻めるべきでしょう。そうでしょうね。トリニダードはこのようにして、この試合も勝ちまして、まあこのトーナメント決勝へ駒を進めました。決勝戦はこのトリニダードとホプキンスという顔合わせになっています。さあ、そして、9月30日放送いたしました。向こうの時間ですと9月29日になりますが、ライブでご覧いただいたと思います。ホプキンス対トリニダード3本のベルトがここで統一されます。浜さん、これはね、2週間テロのため延期になったんですけども、 MSG はいっぱいのお客さんですごかったですね、延期は。まあ、そういったテロの後だからこそまた開催されたということもあったでしょうけどね。またあれだけのファンの人が会場に足を運ぶというのは相当ね、やっぱり人気の選手たちだったんですね。はい、まあ、本当に壮絶な打ち合いになりましたけれども、ホプキンスのですねパワーという面が画面を通じても分かりましたね。まあ、私はこの試合今年の最高試合に、まあ、推薦しましたからね。そうですか。はい、また押され気味ではあったんですが、小泉さん、トリニダードもよく頑張ったんですよね。そうですね。ただそのバルガス戦、ジョッピー戦とですね、自分の武器である左フックをですね、あまりにも見せつけて勝ったためにですね、ホプキンス完全に左フック封じやりましたよね。その辺もこれ統一戦の明暗っていうのをその分けたと思うんですよ。手の内見せすぎた面があるかも分かりません。まあ、研究したホプキンスに外貨が上がったんですが、浜さん、はい、こういう正統派のボクシングもできるんだなという印象を残しましたよね。ちょっとダーティーな、試合が多かったんです。正統派だったんですけど、休みなくトリニダードが攻めたんで、ああいった形になったと思いますけどね。なるほど、なるほど、はいはい。ということで統一になりました。このミドル級トーナメントでありました。勝ったのはホプキンスです。